世界には数多くのブランドがあります。まあ女性なんかは結構詳しい方多いんじゃないかと思いますが、僕はもう全く分かんないね。ただドルチェ&ガッバーナ、これはね大して知らなくても名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないでしょうか。そんなドルガバが中国で一瞬にして市場を失ってしまうことになりました。一体何があったのか。問題になったのは18日にドルチェ&ガッバーナが公開した中国伝統の箸でイタリアの伝統料理を食べるというテーマの広告動画。着飾った女性が箸をピザに突き立て不器用に食べる内容で、画面上で箸を棒のような器具と紹介した。これに対し伝統的な箸文化をバカにしている、こんな箸の使い方はしないといった批判が中国のネット上で噴出した。21日にはドルチェ&ガッパーナのデザイナーステファノ・ガッパーナ氏がインスタグラムで中国を罵倒する画面がネット上に出回り炎上。中国人モデルが続々と同日夜のショーへの出演を拒否したため、ドルチェ&ガッパーナ側は同日夕になってトラブルでショーは延期すると発表した。ただショーの中止後も中国の有名芸能人らが中国を侮辱するデザイナーの商品は買わない、今後はドルチェ&ガッパーナといかなる仕事もしないと SNS 上で相次いで表明。22日にはネット通販大手アリババ集団などのサイトから商品が消えた。今記事にもあったように発端は動画だったんですよ。ただまあこれで批判まああったんだけど、致命的なのは、ステファノ・ガッパーナ氏の DM のやり取りがリークされたことです。記事に文面出てこなかったんですけど、まあ結構な罵倒っぷりですからね。なんかうんこのこうマークつけてさ、まあ、中国がだからクソみたいな、そういう話でしょう。さらに火にガソリン注いでしまったのはその後の対応です。ガッパーナ氏は DM のやり取りを書いたのは私ではないと、つまりハッキングされたと言います。おいおい加山里香かよってね、ツッコミ入れたくなりますけど、さらに炎上してしまいました。この後創業者の2人が謝罪をしますが、後の祭り、中国ではもう取り返しがつかないんじゃないでしょうか。ステファノ・ガッパーナ氏といえばなんかね、日本に対しても侮辱的発言っていうかムムムっていうのがね以前報道されてましたよね。自分たちが死んだらブランドは終わりだということを、まあ、言ってるんですよ。まあそれはいいんだけど、一言余計です。我々が死んだらそこで終わり、日本人デザイナーなどにドルチェ&ガッパーナの服をデザインしてもらいたくない。あえてこれ日本を出す意味があるのかと。本質的に中国にしろこの日本にしろアジア別種と、まあそう見られても仕方ないんじゃないでしょうか。これもハッキングなのかな。まあ調べると他にも結構問題発言を繰り返しているようなので、そういう人なんだろうね。対応がガバガバでした。今回一気に燃え上がってドルガバは中国市場実質失ったような、まあ今後どうなるか分かんないけど失ったようなもんなんですけど、これさちょっと思い返してみると、侮辱表現で言えばこの前の BTS のが普通にライブできてしまってるっていうのはね、日本ちょっとぬるいのかなって思ってしまいましたね。 BTS なんて結局本人たちは何も謝ってないわけでしょ。まあ TBS が幻聴で、あの日本の皆さん申し訳ありませんみたいなのが幻聴で聞こえたらしいですけど、実際行ってないしね。中国のように一気に激高して行くところまで行くっていうのも恐ろしい話ですが、いろいろ考えさせられます。ピザは箸で食べないですよね。その後に出てたパスタは箸、まあなんかコンビニとかであのパスタがさこう添えられてる時あるじゃないですか。あれはまあ箸で食べるけど。